いやいや。Drink drive. Say it. Say it. Just say it. Just say it. Hot shooting does my turn. I. いきなり走った。I. I am mango. これじゃないっけ？まだだっけ？もうちょっとだけ。まだもうちょっと走るわ。今あれだから下に落としてるから。全然食えないっしょ。そういうことなんだよ。前菜とか前菜。でも食欲が本当落ちたよね。分かれるない。あ、シリーズって前から。あ、はい。ワイワイ。ナレーションを通して相当上がったテンション。バットの速さを。全然わからん。読んでもわからん。切るところがね、髪がかってるんだよ。キャベツのショー入ってんの？鹿児島の旅っていうことになるほどです。インプラント143,000円。よし、医学マジ歯医者高いからな、マジで。だって歯医者とか、うん、コンビニより多いらしいから、店が。うん、コンビニより多いよ歯医者。いや本当ね、まあ、あの専門分野は一般人知識ないからもう言われたら払うしかないもんね。そうよ、分かんないしね。本当それはね、うん、医療はね、実用とか言われたらそれまでだから、ね、だからまあその車にしてもそうだしな。そうだからね、やっぱ何個か上げるっていうのは、ね、大事なんです。比べるってこともやっぱ大事なんです。セーフ。ありあった夢、恋の話、泣いた互いに肩を取った。顔を上げればそんな仲間が、あの地平線の向こうに俺たちの未来がある気がする。そこまでたどり着いたら、また夢の続きを話せばいい。え、ホテルアース書いてる。アース、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 あのグループ、アース、 AZ グループかなと思うけど、 A から Z まで。そうだね、そういうことです。そういうことなんです。かっこいい。じゃあ帰りにあれでも食うか。そうめんでも。そうめん食ったことあるんだっけ。そうめん、あれよ、当選挙。当選挙、当選挙、うん、熱心見て、一心見て、一心で一心、一心よかったよね。今回もしかしたらでも見れるかもしれない。一心、一心を、一心銀行は、一心タブンガチャイピタッと止まったからね。3匹の小豚を読んだら、ああそれ、俺それ3匹の小豚じゃないやつは読んだ。俺さっきのジャックと豆の木読んだ。俺こっち読んで見たことある。あ、マジ。これでも面白いよ。あ、デキューもはしました。そう面
衝撃だったよ。ちっちゃい。俺がここ。あ、スパルトに。久々に北斗の拳の信号地点が、あまああのスペックが399の時のやつ楽しかったな本当あれ。ああね、394すっげえ、もうあれにどんだけ金突っ込んだから本当。やっぱ俺の社会人だったね。6、5年間ぐらいもう全部給料あれに入ったわ本当に。ぶっ込んでる、ぶっ込んでる、ぶっ込んでる。あれとゴッドとできた。6名機だったね。もしね、よかったよね、うん、楽しかったわ。6よかったね。赤玉なぁ、ウェイクアピポーヨー、増えた増えたパワー、増えたパワー、アスパクリアミンペチョミヒビが入るようなチェキ。あれがよかった、あのね、あ、今あれがあるよ、6の、うん、パチンコ、演出似てんの、もうアマネジ、いや、310最長どっか、それぐらいだったと思う。うーん、そんな広しになさって、ええ、これも気になって今パンチを、あれあれ、あの天正百列パンの、ああそうやったらね、確か県外にあるから。パチンコ屋ってどうなの、結構まだでも客いる、いる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 、もう病気だもんな。俺もこの前9月のツアーの土曜日、4日だ朝行ったの、いやパチンコ屋の横通ったんですよ、300人くらいあるから。マジか、マジだ、マジだ、マジですよ、すごいな、儲かるもんないのにね。あれだよ、うん、あれでドキドキとワクワク勝ってたから、そういうことだよ、他でドキドキワクワクない、ネットでマイク買えるいい、お金が増えるかもしれないっていうやつだね、だんだんプラスでね、あるんです、されてる、あるんです、負けてもいいから打ちたい時ってあるんです。時間の人だよ。ワーカワークさんのなんかなしって言ってた。ああ、いいね。完全に言ってるよ。なんかなんかさんなんかなしで。なんかなんで。なんか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 さんなんかなし。もしくは若さんのなんかのなんかなし。ああ、なるほどね。過ち。出てくるまで努力するやつね。いや来た。ああ、来たんだ。いいやな。ベイベー、なんだろう、あの 片手間でも喜べないというか、両手放して喜んだらそれはそれでなんかちょっと問題があるのかなと思いつつの、来たんだみたいな感じで、ああそう、マジで、あ来たんだ、で俺は別に来なくてもよかったんでみたいな感じの様子を持ちながら、それで嘘まだ来てないって言われたくても情緒、情緒が情緒が不安定なんでだよ。話が違うじゃん。もてあそぶなよ俺の感情。汗だらだらかきながら、目は泳ぐ、汗はだらだら、もうほぼ、いやあれだよ、あの覚醒剤やってるだよ。本当。口上、きれきれ。パチンコであるんだけどさ、うん、総盛りったらあいつがあのそのウェイトのさ、あ、はい、佐々木さんあいつ何してんの、あいつ電気屋ずっと
電気屋？電気の。いや、まるで電気、なんかまるであれだな、自分電気化でしたみたいな、あれだな。いや、まるで四角で三角でみたいな。そういうことだよね。そうございます。いや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 、つっちゃってるから。しかも、あいつもほんとしょっちゅう見るからさ、俺が行けば。一応何会話すんの？あ、どうも、お疲れ様です。いやいや、また来てんの、お前。いやいや、ちょっと待って。もうここ住んでるやろ。そういうこと。なんなら仕事終わって帰ってきた感じじゃないの。いや、あいつ、あの、喫水だからさ、うん、勝ちも負けもでかい。夜嫌いじゃない。昔みたいなね、あの5万打ったんだけど8万出てきたみたいな。あね。まあ、光もタイガーマスクで言うからよ。12万打ったんで14万返ってくる。光る？光る。ルンルン？ルンルン。12万？ 12万打ったんで。12万の金あったから。ね、だからそれまで金借りて。え？だからある程度やったらなくなってくると金借りて金借りてみたいな。あいつすごいよね。ひかるってのは日本人でしょ。日本人よ。多分ね。多分ね。分からんから。人間かそうじゃないとか。雰囲気でなんかちょっとね、なんか入ってそうな感じするけど。いや、何か入ってるのかなと、俺薬入ってんじゃねえかなと思ってるから。本当に。何？手首とか大丈夫？いや、だからこれ剥がれちゃう全部。頭剥げてるし。ソフトボール、あいつ、ほんとに。あ、もう近いよ。お、来た近いです。あ、来た、来た、やっと俺の。もうちょっと先か。プライベートビーチ付き、この建物。プライベートビーチ付き、名前。厳しい。バチバチじゃん。やべ、並んでる。やばいやばいやばい。何百人いるよ。いやいやいや、いいんじゃない。数数えられない。700人もいないよ。680人だから。いやいや、もうほぼ700人です。おいいじゃん。女の子2人ね。あれやばい。まさかね、おじさんが3人も来てるとは思いませんか。